デービー。バカデービー。よし、オッケー。よし、よしよしよし。こうすると、なんかちょっと金の匂い。お金ちょうだいってね。ちょっとダメだな。ダメだね。いや、来たね。三千人超えましたね。もえたよね。マジで。ありがたいね。あ、今日ね。あの、昔。ちょっとスイッチスタイルの回で。 ゆうり君と代々木で飲んだよーみたいな話をしたの覚え,てる覚えてる覚えてるその代々木のバーの、うんうん、ママがあの連絡してきて見てるよーっつって「<laughs> ゆうりくんと代々木で飲んだ」って言われた時大爆笑したわっつって <laughs> そのママってお,おいくつママっつっても<う>多分ね俺よりは年下なのに3の方で、えー、そうなんかちょっとチャキチャキしてそうだねチャキチャキしたら、ね、もうなんかちょっとかっこいい入れ墨だらけのちょっとかっこいい感じのお姉さん、えー 今ねなんかちょっと前に閉めてんかねいろんなところでやってんだけど今場所探してるって言ってたそうだからそこの人が「いやマニアックすぎんだろ」ってって LINE してきてこの番組私たちは楽しいけどって書いてるそれこそ「バルコの言う」も「お前らどこを目指してるの?」って言われてそうなのよ あのなんつうのは幅が広くないじゃんこの番組がブロックでもないもんねそうそう別にねなん,かなんかどこの層がぶつかるんだかよくわからない <laughs> YouTube た,ただ楽しいっつてそうそう,そうまあそうそういう人が増えてくれればいい,い,いよねだからそ,そのママもさはい、はい、そういうふうに言ってくれたから「私たちは楽しいっった」って、はい「めちゃくちゃ楽しいから続けてね」って言ってたから。<laughs> ね、君もそうでしょゆうもそのうち出たいな、あなたそうだよねそういう人を増やしていこうよそうそうそうね身内に向けてやっていこうやっていこうほんとにはいというわけで今回僕の会ちょっとすいませんねどかしてもらいますかガッチャンねすいません今回もう来ましたよついに王道でーん NFNOFX あのさやってないのが不思議なぐらいだよねそうだから僕たちさちょっと王道から逃げてる人あるじゃない いや、でもこれはよこのアルバムでしょもちろん。ホワイト・トラッシュ・トゥ・ヘイビス・アンド・ピン。どういう意味なの知りません。<laughs> どういう意味なのホワイト・トラッシュ・トゥ。まあいいか。あと、うんうん、でここに役を載せてもらおう。いや、これ、だボブから入ったんだよね。ねああ、そう。これ、だから93年のアルバムですよ。うん、で、これさ。 これの1個前覚えてる赤いコンドームのジャケ。ええす。モロンブラザーはい、覚えてる覚えてる。かっよね。そう、リブードってアルバムなのにさ、それからメンバーが変わって一発目これなんですよ。わかる俺ね、メンバー変わってるから、そういうのは全然、そういう情知らない。で、1個前がリブードってって、ギターの人が、ちょっとメタルっぽい人がギター弾いてたで、音もやっぱちょっとね、メタル寄りなのよ、ちょっと。これで このアルバムから皆さん知ってるトランペットを吹くエフェが入るんですよ。それベースの人それうんギター。あベースの人はファットマイク歌ってますから。あそうだそうそうそうあの人吹くんで今でもやって吹くよね。だからギターがメロディでしょ。でドラムがエリア。はいはい分かりました。僕らはファットマイクでエフェ。でもうこのサックスとかトランペット吹けるやつが入ってだからこのちょっとさ。 アルバム色は変わったでしょあそうだね確かにだからそこそこボブから入ったって<ー>この3曲目のボブなんてさ<ー>途中でさレゲエになるじゃんなるね、うん、でトランペットが入りだす、うん、でそれはエメの幅広いこの音楽性からなんですよ、うん、あの人すごい器用だよね器用あの歌の声質とかもいろんな声質するじゃんそう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 、うん、だからこれでもさ、うん、あのー 何でエフェが入ったかっていうとなんののそドラムのエリックと少年院で知り合ったの。ほいでめちゃめちゃ仲悪かったんって少年院だよ。その2人がドラムのエリックとエフェがめちゃくちゃ仲悪くてもぶん殴り合いとかずっとしてたそれでそそれで、の少年院のその大人がもうお前ら仲良くやれと2人で。 洗濯係にされたって、うん、それれで、洗濯りにされて毎日毎日その、切ったねさあ囚人たちのさ、うんうん、下着を洗ってるうちに仲良くなったって <laughs> <laughs> 友情が芽生えたのっ。ほんとにうんこついてるパンツとか洗って、うん、おいで仲良くなってそのギターがいなくなったから「どうだ?」っつって誘われて入ったらしい でもすごいね、こんな才能の人がもともとやってたんだそうバンドはやってたらしいでしかもファットマイクってさなんでファットマイクってかっていうとさその、幼い時からちょっと太ってるからファットっていうあだ名だったわけよファットマイクそれより太ったやつが入ってきちゃったの確かに太ってる絵部は丸るしてるじゃんで、それが入ってきちゃったからファットマイクも そその当時って別にそんななデブでもないもい、ね、言ってもあ、ね、今ちょっともう10年ぶりとみみたいになったけどさうそうそれで「ボブ」とかさ「スティッキン・マイ・アーズ」とかねあとはだからライザ・アンドルーシーですよこれほんと聴いたもんこれをこの僕らの世代でこういう音楽聴いてる人でこのアルバムをね、うん ちゃんと俺今でも時々聞かなくてしょでしょか「メロディックパンク」ってあるじゃん言葉んか「おっ」って言われるとここれを思い出す具体化されたアルバムこれって感じする確かにだってそういうストレートエッジっていうさマイナスねマイナスレッドのさカバーをジャズでやっちゃってば。 そうだ、そういうのができるのはやっぱそのギターの人エーヘが入ってきてるからええそう面白いなここのタイミングであるし入ってきてるんだそうそうそうここで入ってきてだからこれどれ誰だっ誰教えてこれがだからええこれギターちゃうなこれがマイクなんだよパットマイクこれがそうだよこれエーヘだよねほらマイクやるってんパットマイクって言われてるのにどっちがどっちこれ難しいなえっとね たぶんだけどこれがメルビギターじゃないのからでこれがドラムのエリックじゃないかこれをねこのアルバム聴いて勇気の兄ちゃんからね勇気わかるでしょわかるよ分かるでしょもう聞くまでもないみんな知ってるよ勇気の兄ちゃんがビデオを見せてくれたのよ。でこの音楽ってめちゃくちゃかっこよかったじゃん。 本人動いてるとこ見れるんだっ,つって、うん、見たらくっそだっせえこいつと <laughs> 思わなかった最初イ見た思った時くっそだっせえと思ったじゃん、うん、だって俺,っ俺が最初にファットマイク見てた映像で見た時チェックのね、うん、チェックっていうかこうボーダーのハーフパンツ履いてボーダー着てたのよそんな人いるっつって昔のアメリカの囚人みたいな格好してるの私服で。 嘘だろうっつってまあねそうそうだからおしゃれかって言ってやっぱおしゃれではないもんねおしゃれではないんでもこれがまたちょっとウォリットチェーンこんな長い必人はないよねそうなのでこれで MTB とかが嫌いなんだよねノー f x ってねそうなんだそうだから MTB にこう出るとさやっぱみみんなが見るから売れ例えばオフスプリングとかはそっちッと行ったんだよねそうで NoFX とかは MT だからあんまり あのミュージックビデオがないなあの人たちあなるほどあんまりないじゃん流したくないってことなんですねそうそうだから流さないでほしい本当に D.I.Y. でやりたいとそれでこの八曲目にさええとなんだっけ Please play this song on the radio ってなってこれがさ最高なんだね曲ね日本語訳知ってるどういう歌か知ってる俺はこれあの日本語訳を見た時になんて痛快なんだろうと どういうい書いてあるから、うん、カンペに「ね、<laughs> 俺たちはこの曲を書いた長すぎず短すぎず、うん、ちょうどいいところにバックコーラスも入れてある、はい、うーとかあーとか言ってコーラスもちょっとある、うん、そしてちょっと間を空けてるよ <laughs> 俺が F ワードを歌う前にラジオで流してください、うん、<laughs> ほとんどの全部の歌詞はタイミングよく歌ってます」。 唯一の問題は書きたいことはもう書き終わったってことですでも大丈夫もうすぐまたコーラスだからこの曲をラジオで流してくださいええそういう曲なのだからラジオもほんとふざけた曲なのだからあ、曲の説明そう、曲の説明の曲だからさ、プリプリでソングオーザレディオ裏手でうーわーってやったでしょ 今からうーとかわーとかコーラス入れるよううわーっつってもだからでもめちゃめちゃいい曲だな痛快でしょだからー、えー、テンション上がっちゃったそうだからこのなんかふざけてその皮肉ってるというかさ、うん、ラジオで流すということに対してさ、うん、こういうなんか痛快ファニーさを持ち合わせてるのがやっぱノーフェックスであってさ、うん、ねなんかさごめん、うん、ちょっと飛ぶんだけどさ、うん、なんかドキュメンタリー DVD ねそれなんか言うとめちゃめちゃ面白いめちゃめちゃ面白いじゃあ今度それを紹介するわここでそれそれ紹介してマジで紹介するここで紹介できるんでしょ紹介できますそれをこの「ライズ・アンド・ルーシー」っていう曲知ってるでしょ6曲目のあれもちょっと泣きメロでさテンポもよくてさあれはだからシングルになってるんですよだからこれですねシングルがねこれがシングルねこれどっちが先なの いや、だからこれが先なんじゃないそれでシングルカットされてんじゃないん,なんでこれ買ったなぜ買ったか教えて聞きましたね意味は変わかんない、ね、これの2曲目に前から何回か話してる「ロングストライン」うん「あーロングストライン」のエフェが歌ってるバージョンが入ってるこれはこれだえこんなだっけこれですよ,これ,ですよこれのこれのだっけこれの B 面にエフェがロンゲストラインの速いバージョン、ファットマイクの真似して歌ってる。え、わーお、あ<う>ちょっとテンションまたふた上がり目。そう、わかった、あやっわかった。で、なんでそれをやってるかっていうと、エフェが入った最初の EP が、あの、ロンゲストラインのこの白黒の、モテキさんが紹介してくれた。そうなんだ、んだあれなれはエフェが入った初めての、あの、音源。 それでシングルの B 面でエフェはロンゲストラインを俺早いほ好きよじゃあこれですよだからあなたが好きなでもさこれってさあれだよね何ですかアルバムでレコードしかないよねいや多分レコードしかないだから俺はレコード全部私グ捨てちまったから俺は捨てるじゃないよ俺にくれよでやっぱ探したのよそのあたりこの曲まあどこにあるかなとここにありますえ よかったな、見つかりましたよあ、これ誰だっけ、ギャレックスここにありますよ、よかったないや、ちょっと見づらいね泣けるやんいや、これがそうですよ、そのエフェのバージョン今だから、超嬉しいエフェが歌ってるっていうのを、俺、優太に教えてもらったじゃんそうだっけ、あの昔いや、さここであここでか、そうそうだったのそのエフェが歌ってるたのう知らなかったのちょ見てみな、ここに、ほら うーとライン n e with LFA とかえそれで感動もしたし、そんでその中からそう、繋がったでしょ繋がった俺めちゃめちゃ嬉しいこれに入ってる曲の B 面が、FA がよかった、ので買ったのかって聞いて素晴らしいでしょういや素晴らしいこれは、ロックストックスモーキングなんちゃらな映画と一緒ですようん、べてがねそう、全てが繋がっていくはい、というわけで今回は 今回はもうノーックス紹介しましたけど、うん、私全部アルバムいけますんであなるほどね次はだからブリード行こうかなじゃあブリード、うん、あの赤いコントールですああれもすごい、ね、リブードかブリードじゃあリブード、うん、はいというわけで皆さん、はい、今回はノーックス紹介しましたなので皆さん登録そしていいね、うん、よろしくお願いしますじゃねー